皆さん、こんにちは。早速ですが、質問です。人間の部位の中で、人体の包丁と言っても良いほど酷使する部位はどこでしょうか？それは歯です。50年以上の使用に耐えうる歯は、大切にメンテナンスしなければ一般人でも歯医者に世話になることになります。ましてやそれが芸能人であれば、その重要性は言うまでもないでしょう。最悪の場合、虫歯や病気につながってしまい、入れ歯や差し歯にしなければなりません。そこで今回は入れ歯や差し歯の噂が流れている芸能人をご紹介します。宮沢りえさんは芸能活動に専念したために高校へは進学していません。そのため最終学歴は中卒で、大学などにも進学していません。当時はすでにトップアイドルの一人だったので、高校へ進学する暇すらなかったようです。宮沢さん自身も後にインタビューで、中学から高校、大学っていうキャンパスライフもやってみたかったので、この期間だけやり直したいとも語っています。そんな宮沢りえさんはデビュー当時と歯並びが変わっています。全面的に入れ歯か差し歯にしている可能性が高いとされています。宮沢りえさんは若い頃に摂食障害に陥っていましたが、一説によるとその時に過食嘔吐になり、それで歯が溶けたりガタガタになってしまったために入れ歯にしたのではと言われているようです。星百合子、ミスシンデレラ娘に募集してグランプリを受賞しデビューを果たした星百合子さん、八重歯のシンデレラというキャッチコピーで人気を博しました。さまざまな作品に出演し活躍してきたものの、2018年5月16日に肺がんを患っていたことによって死去しました。そんな星百合子さんですが、歯を差し歯に変えてきれいにしたり歯のメンテナンスをしていたという話があります。また八重歯のシンデレラだったのに八重歯がきれいになくなっていたことから、入れ歯や差し歯などに変えてしまったのではと言われています。真偽は不明ですが、とある掲示板には以下のようなことが綴られていました。人気が出始めたので、映画会社の重役、撮影所長、芸能部長と相談し、息の長い女優にするため八重歯を治すことを決定。正月明けに左上と右上の歯を抜髄して歯間を削り落として、歯根の穴に星百合子はメタルボンドセラミッククラウンと呼ばれる歯を差し歯として使用。左上2番と右上2番は切り歯を舌側に曲げ、左上3番と右上3番は切り歯を唇側に曲げて、上前歯6本がアーチ形に並ぶように刺す。星百合子はそうやって八重歯を直していた。工藤静香、スマップの元メンバー木村拓哉さんの妻として、何かと注目が集まる工藤静香さん、自身もかつて80年代を代表するトップアイドルで12年連続でオリコントップ10入り、宝飾デザイナーや画家としても才能を発揮し、二児の母親でもあります。デビュー当時は歯並びが悪かった工藤静香さん、八重歯や虫歯もありましたが、後に矯正と差し歯によって綺麗な歯に。出産後ハリウッドスターに人気の部分入れ歯であるバルプラストを入れたと言われています。また工藤静香さんが同国のメロディーに合わせてペンライトの振り方を説明する動画をインスタグラムにて公開した際には、ネット上で、あれ、私の知ってる工藤さんと顔が違う、これは誰と思った、口元や歯がやっぱり歯が気になる、入れ歯みたいだし歯の大きさとか形状が口の形に合ってないような、歯をやり直せばもう少し素敵な笑顔になると思うよ、いつものドヤ顔より楽しそうに笑っているのはいいと思う、最近歯がすごい明石家さんまに近づいてると違和感を指摘する声が多数挙げられていました。戸明幸夫、1958年ドラマ「バス通り裏」で女優デビュー、当時15歳でした。2018年には「高嶺の花」で風間節子役を演じるなど、60年間第一線で活躍し続けていますね。過去には西城秀樹さんと34歳と46歳の年の差カップルとして芸能マスコミをにぎわせるなど、その熱愛でマスコミや世間をにぎわせていました。
そして2018年に出版した自叙伝愛し続ける私の一節には、彼とは婚約寸前まで行きました。実は婚約発表会見を1週間後に準備するというところまで行きました。それでも2人の周囲には反対する方がたくさんいました。自分の親、兄弟、彼のご家族の反対を前にしたら、私はそこから先に進めなくなってしまい、迷いを振り切っても結婚するという覚悟が私にないと知って、彼は去っていったのですと記載されており、西城秀樹さんと結婚まで考えましたが、周囲の反対により断念したと書いてありましたね。そして戸明幸雄さんは、以前にテレビ番組に出演された時に、そう入れ歯であることを暴露されていました。その時に否定はしていなかったので、入れ歯で確定だと思います。80歳という年齢を考えると、そう入れ歯でも全然おかしくないですよね。水木有沙、レナウン・スコレーの CM で注目を浴び、同じく CM を中心に人気を集めた宮沢りえさん、牧瀬里穂さんと共に、その頭文字から 3M と呼ばれました。水木有沙さんは4歳の頃から子役モデルとして活動し、中学時代は雑誌オリーブ、ノンノなどでモデルとして活躍。1988年10月から放送されたテレビ東京系ドラマ危ない少年3で女優デビューを果たし、1991年11月に公開された映画超少女麗子では初主演となりました。同年5月には伝説の少女をリリースし、歌手デビューもしています。そんな水木有沙さんにも、ネット上の掲示板では入れ歯や差し歯ではないかという噂が飛び交っているようです。朝岡瑠璃子、大蔵省に勤める父親のもと満州国で生まれ、帰国後の貧しい生活を通り抜けて14歳で芸能界デビューした朝岡瑠璃子さん、かなりの美少女だと話題になり、デビューするとすぐに人気に火がつきました。朝岡瑠璃子さんはデビュー直後は歯並びが良くなかったのですが、いつの間にか綺麗な歯並びになっていたので、入れ歯か差し歯にしたものと思われています。一部ファンからは以下のように推察されています。朝岡瑠璃子は76歳頃、上あごと下あごの歯を全部抜歯して、上あごと下あごに総入れ歯を装着していた。上下の歯をすべて真っ白な歯に変えて、上前歯はわずかな八重歯っぽさを残してラングイ歯を直し、構え歯は3枚前の V 字形の歯並びを直しているので、朝岡瑠璃子が総入れ歯を装着したことは明らかだ。松田聖子、1980年4月のデビュー以来40年以上の活動歴を誇るトップアイドルの松田聖子さん。芸能界に華麗に舞い降りた松田聖子さんは、後のアイドル文化に影響を与えるほどのパワーで80年代を駆け抜けて日本を代表するアイドルになりました。その一挙手一投足は注目を集め、中でも下ろした前髪とブローが特徴の聖子ちゃんカットは、当時の女性たちがこぞって真似をするほど流行になりました。また2021年10月に発売したアルバム続40周年記念アルバム聖子松田2021はオリコン週間アルバムランキングで4位を獲得しています。そんな松田聖子さんにも総入れ歯の噂があります。テレビ上で松田聖子さんの姿を見たファンの一部は、デビュー当時と比べて格段に歯並びが綺麗になりましたし、人工的な歯の印象を受けます。旦那さんが歯科医というのも、そういればの噂に拍車をかけていると思いますと語っていました。足立由美、1981年から芸能界デビューし、ベテランとされる足立由美さん、離婚や再婚、子供のことなど様々な点で注目を集めている足立由美さんですが、入れ歯に関する話題が上がっています。デビュー作は1990年放送の木曜ドラマ自由の丘に私が残った、だそうです。女優として幅広く活動している足立由美さん、ドラマだけでなく映画や舞台にも出演し、2013年には自身の写真集も出版されているようです。入れ歯であることを明かしたのは
2009年にテレビ番組ごきげんようでサイコロを回し出たお題に答えるコーナー。その際に出たお題が私〇〇なんです。お題に対し足立由美さんが私入れ歯なんですと衝撃の発言。3歳から活動をしてきた足立由美さんですが、子役時代から入れ歯だったことを告白。部分入れ歯を使用していたようです。ドラマ家なき子の頃の14歳の時ぐらいまで入れ歯を使用していた様子の足立由美さん。やはり芸能人は歯が命ということで歯の見え方を徹底した上での入れ歯使用だったのでしょうね。足立由美さんは幼少期の歯の生え変わりの関係で歯に隙間があり、そのままでは仕事に差し支えが出るため入れ歯で隠していたようです。ある番組の中で6歳の頃から乳歯が抜けた部分に入れ歯をつけていること、そしてその後永久歯は生えてきたが入れ歯に抑えられ歯が小さくなってしまったことも明かしていました。しかし当時の足立由美さんにとっては仕方がなかったことなのでしょうね。足立由美さんは入れ歯を卒業後差し歯に変更したようですね。画像を見ても確かに前歯4本は差し歯であることがすぐにわかります。こちらも番組内で子供の頃は乳歯が抜けたままではモデルの仕事が来ないため入れ歯を使用しており、今現在は差し歯が数本あると言っていたようです。明石家さんま、芸能人は歯が命と言われるほどすっかり芸能人イコール歯が綺麗というイメージが定着していますよね。そのため歯を矯正したりホワイトニングしたりインプラントにしてしまっている芸能人の方も多いようです。世間の方もついつい芸能人の歯に目が行きがちですよね。明石家さんまさんといえば出っ歯と言われるくらい出っ歯のイメージが浸透していますよね。明石家さんまさんのモノマネをする人は必ず前歯を強調していますよね。どうやら娘である IMALU さんも子供時代に歯が出ていたようですよ。父親譲りなのでしょう。明石家さんまさんは昔も現在も出っ歯ですが、実は明石家さんまさんは歯が不自然じゃないと世間では思われているようです。若い頃のさんまさんの歯並びと現在の歯並びを見比べてみると、現在は歯並びが整っている感じがします。なんとかなりの高額をかけて全ての歯をインプラントにしたそうです。確かに明石家さんまさんは出っ歯ではありますが、全ての歯が白くきれいに並んでいます。いつも大きな口を開けて大笑いするので歯が目立ち、古くからのファンはちょっと変わったと違和感を感じるのかもしれませんね。明石家さんまさんは差し歯をしており、インプラント手術も行っているようです。ラジオで本人が語っていましたが、全部の歯をインプラントにして費用は1000万かかったそうです。確かに昔の方が少し歯がガタついているように見え、また現在の方が歯も白いですね。こう見ると昔の方が前歯が出ているように見えます。今でも十分出っ歯のイメージがありますが、昔の方が出っ歯だったのですね。実は全部の歯をインプラントする際、出っ歯感を抑えめにした歯並びに変えたのだそうです。しかしせっかくインプラントにするのに自分のトレードマークである出っ歯は残したことに芸能人魂を感じますね。ところジョージさん、タレントのところジョージさんは若い頃と比べて歯の感じが変わっています。前歯は自分の歯ではなく入れ歯にしている可能性があります。もちろん差し歯かもしれませんが、インプラントではなさそうな質感ですね。和田アキ子、ご自身の番組で司会者としても活躍する芸能界の大御所和田アキ子さん、和田さんは下顎の全ての歯をインプラントにしていて、総額はベンツ1台分とも言われています。2022年に放送されたラジオ番組でインプラントをやり直す手術を受けたことを明かしました。実は和田さんは2016年にもインプラント手術の失敗によって再手術を受けることを報告しています。この失敗の理由ですが、和田さんが喫煙者であることが原因ではないかと言われています。喫煙者がインプラントをする場合、喫煙で血行が悪化して骨結合を遅らせたり、感染リスク、歯周病のリスクも増えるので手術の成功率が低下してしまうのです。そのためインプラント治療を受ける際には禁煙が推奨されているそうです。友坂理恵、12歳で芸能界入りした後ドラマや映画などヒット作にも恵まれ、
順風満帆にキャリアを重ねてきました。友坂理恵さんは歯並びが綺麗ですが、そう入れ歯にしている可能性が捨てきれません。友坂理恵さんは10代の頃に過食嘔吐になり、胃酸で歯がボロボロになってしまったことを告白しています。インタビューでは、10代の一番忙しかった時期はちょっと自分の許容量を超えすぎていて、ほとんど記憶にないし、思い出そうとすると震えが来るくらい心身をすり減らしていた時間なんですね。だからどちらかというと、あんまり思い出したくない時間と記憶になっていて、黒歴史というか、 SNS がない時代だから、直接的な誹謗中傷を受けて、家族も巻き込んで悲しくて怖い思いをさせたし、私も毎日常に何かに追われているような恐怖を感じていた気がします、と語っており、10代の頃は心身ともにかなり負担があったのかもしれませんね。現在は綺麗な歯をされているので、入れ歯にした可能性はありますね。宮古晴美、晴美節と呼ばれる独特の力強い歌唱法を持ち、昭和後期を代表する国民的演歌歌手として数多くのヒット曲を世に送った宮古晴美さん、母親が浪曲漫才トリオ太平トリオのファンだったことから、宮古晴美さんは小さい頃から浪曲歌謡ショーが好きで、代表曲の一つ「あんこ椿は恋の花」でのくどい節回しや拳回しは、同トリオの太平夢二さんを参考にするようにという母親からのアドバイスに影響を受けているようです。そのおかげで大ヒットにつながったとも言われています。しかしデビュー当初は歯並びが悪くて、前歯が少しガタガタ気味でした。名前が売れてきて中年くらいまで歌手を続けたあたり、一部が固定式入れ歯になっているのが確認されています。やはり歌手は大きな口を開けて歌うのが仕事なので、入れ歯という対処法はすぐに見破られてしまいますね。現在70歳を超えている宮古晴美さんですが、今はもっと入れ歯が増えているかもしれません。酒井典子、1985年10月に行われた86ミスヘアコロンイメージガールコンテストに出場したのをきっかけに、サンミュージックに入り、翌年芸能界デビューした酒井典子さん。ノリピー語が世間に浸透して知名度が高まり、1990年以降は女優業の活躍も目覚ましくなり、その愛らしいルックスから多くの男性ファンを虜にしました。特にドラマ「星の金貨」は自身も女優として出演したヒット作品ですが、ノリピーが担当した主題歌の「青いウサギ」は自身初のミリオンセラーともなりました。しかし2009年8月に覚醒剤取締法違反で逮捕され、同年11月に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けました。この事件に関連して発生した損害賠償5億円は元所属事務所のサンミュージックが肩代わりしたと言われています。釈放後に報じられた酒井典子さんの歯並びが、薬物に手を出す前とあまり劣化していなかったことから、麻薬をしていたのにあんなに歯が綺麗なのはおかしいと言われ、入れ歯疑惑を浮上させました。薬物の関係でも歯がそこまで劣化していないのは、多くの歯に治療を施しているからと見ることもできるとの声も反論として挙げられていたものの、非常に盛り上がった形で前歯が突出していた時期があり、オールセラミッククラウンが入れ歯に見えていたと言われています。榊原郁恵、元人気アイドルで、アイドル引退後は女優兼タレントとして活躍していた榊原郁恵さん、2022年12月2日に夫の渡辺徹さんの死去が伝えられ、世間には衝撃が走りました。そんな榊原郁恵さんには一時期そう入れ歯だという噂が浮上していたことがあります。榊原郁恵さんは若い頃から虫歯になりやすい体質で、ひどい時は虫歯が16本もあったといい、半分以上が虫歯だったようです。こうしたことから40歳前にそう入れ歯にしたと言われています。ただ実際には入れ歯じゃなくてセラミックの歯を入れたということで、一般的な入れ歯を入れたわけじゃないそうなのですが、榊原郁恵さんが入れたセラミックの歯はかなり高価なものなのだそうです。そのため榊原郁恵さんはホリプロに歯の治療代金を立て替えてもらって、
給料から天引きして返済していたことも明かしているのだとか。セラミックの刃はかなり高額なもので1本12から15万円ほどすると言われているのですが、榊原郁恵さんの場合は16本をセラミックの刃に入れ替えたそうなので、最安値でも192万円はかかったのではと予想されています。しかし榊原郁恵さん自身がカミングアウトしているわけではないので、真相は不明です。黒柳徹子、テレビ朝日系列の超長寿トーク番組徹子の部屋の司会を40年以上務め続けている黒柳徹子さん。徹子の部屋は同一の司会者による番組の最多放送回数記録としてギネス世界記録に認定されているそうです。1981年、黒柳徹子さん自身の著書窓際のトットちゃんを出版。この本は累計770万部を発行し、世界35カ国で翻訳されており、発行部数は日本国内において戦後最大のベストセラーと称されています。視聴者の間では黒柳徹子さんのトークに対し、ろれつが回っていない、何を喋っているのかよくわからないとの声もあり、黒柳徹子さんは入れ歯ではないのかと噂になっています。以前に比べて滑舌が悪くなり、病気で滑舌が悪いのではとも言われ、徹子の部屋でも滑舌が悪くなっているように感じることがあるそうです。実際のところ黒柳徹子さんは64歳の時に上顎は総入れ歯になっていて、67歳には下顎の自分の歯2本を除いて総入れ歯にしたんだとか。しかし72歳の時に上顎の総入れ歯が小さく作りすぎて外れたり浮いてくることがあったために、78歳で入れ歯を作り直しています。黒柳徹子さんの自身の歯は現在2本だそうです。また黒柳徹子さんの滑舌が悪くなったのは認知症や脳梗塞などではないかと病気を心配する声も多いようです。黒柳徹子さんは学習障害の傾向があったかもしれないと著書小さい時に考えていたことないで告白しています。というのも黒柳徹子さんは初めに入学した小学校で問題児扱いされ、入学後わずか1年で退学させられた過去があるようです。初めに入学した小学校では授業中ちゃんと座っていられなかったり、机の蓋を何回も開け閉めして周囲に迷惑をかける、授業中に立ち上がって窓際に行き、ちんどん屋さんを呼んでしまうなどのエピソードがあり、また計算や読書が異常に苦手であったことから、本人が自覚しているように学習障害の気があったのかもしれません。芸能人になってからも舞台やテレビの台本を覚えるのに苦労したそうです。その後黒柳徹子さんは巴学園という学校に転校。その際の生活の様子が自伝窓際のトットちゃんに書き記されていました。デヴィ夫人、その類稀な美貌を武器に若い頃から銀座ホステスとして貧しい家計を支えた苦労人としても知られるタレントのデヴィ夫人。そんなデヴィ夫人が過去貧しかった家庭を支えるべく、その類稀な美貌を生かして銀座でバイトし、その場でスカルの大統領に見初められたのは有名な話です。ただその10代で勤務していたと言われる銀座時代、裏若き乙女の16歳でデヴィ夫人が入れ歯にしたという噂が出回っているそうである記事には以下のように綴られていました。彼女は東京の西麻布に生まれるも、家は貧しく家計を支えるため、16の時からデヴィ夫人は高級クラブコパカパーナで働いた。客には要人や外国人 VIP も多く、売春行為が OK なクラブだった。つまり普通の高級クラブとは一線を越えたクラブである。ちなみにデヴィ夫人の入れ歯伝説は、外国の要人に特別な接待、つまりフェラをするために16歳の若さで総入れ歯にしたとかの噂もあった。またこの記事とは対照的に、2018年3月14日に放送された日本テレビ系列の番組一周回って知らない話に
デヴィ夫人が出演した際のエピソードもあります。番組によるとデヴィ夫人は78歳の高齢者でありながら歯が一本も抜けたことがなく、上下合わせて28本の歯が健康な状態そのままで残っており、また虫歯も一本もないことが明らかになったそうです。デヴィ夫人の歯を検診した医師はインタビューにて、歯医者をやって二十数年、こんなに素晴らしい歯は見たことがないと大絶賛し、デヴィ夫人の骨密度と筋肉量を調べたところ、骨年齢は58歳、筋肉量は30代から40代前後をキープしていたとか。大竹しのぶ、明石家さんまさんとの間に IMALU さんという娘がいることで有名な女優です。桐朋学園短期大学演劇専攻科を中退し芸能界入りしました。デビュー当初は17歳で可愛らしい女の子でしたが、当時の雑誌で虫歯が10本以上あったということを告白しています。その後虫歯の治療をしていて、固定入れ歯を入れたりしていることも目撃されたそうです。本人は入れ歯だとは語っていませんが、視聴者により特定されました。バナナマンの日村勇紀さん同様、芸能人はとにかく忙しいので虫歯の治療は後回しにして、結局悪化してしまってから歯医者に行く人が多いのでしょう。松嶋菜々子、今となっては大女優の仲間入りを果たしていて、最近では朝ドラ夏空の母親役で話題になりましたが、ジブリ映画思い出のマーニーでは養母の依子の声優でもあります。実は松嶋菜々子は芸名で、本名は松嶋菜々子でした。反町隆史さんと結婚して名字が変わり、現在の本名は野口菜々子です。松嶋菜々子さんといえば、数多くのヒロイン役、化粧品の CM ではおなじみの存在、美人女優といえば誰もが思い浮かべるのではないでしょうか。そして笑顔も綺麗です。しかし松嶋菜々子さんがなぜか入れ歯と言われています。デビュー当時の松嶋菜々子さんは前歯2本が他の歯より出ており、いわゆる出っ歯です。うさぎのような可愛い感じです。松嶋菜々子さんは仕事の都合、この歯を直さざるを得なかったようです。松嶋菜々子さんは女優業を休まずかけ続けてきたイメージがありますが、実は20歳の時に1年間活動休止しています。民放出演を打診された松嶋菜々子さんの出演条件が歯並びを直すことだったらしいです。噂によると歯並びを直すために上下顎分節骨切り手術という手術を受けるためで、この時から松嶋菜々子さんは差し歯になったと言われています。しかし最初の手術では松嶋菜々子さんの出っ歯はあまり治らなかったようです。というのも松嶋菜々子さんの場合は歯茎自体も出っ張っていたためと言われます。さらに松嶋菜々子さんは最初の入れ歯では対応しきれなくなり、現在では偽歯茎付きのマグネット式入れ歯に変えているらしいです。マグネット式入れ歯は欧米セレブも愛用している手法です。松嶋菜々子さんがマグネット式入れ歯に変えた理由は、何度も差し歯を入れ替えていたことで歯根がダメになったためで、現在は前歯6本を入れ歯にしているとのこと。では入れ歯にした松嶋菜々子さんは歯がないんでしょうか。実は松嶋菜々子さんのように入れ歯にしたからといって歯がないわけではないんです。入れ歯には違いありませんが、松嶋菜々子さんが使っているマグネット式入れ歯は歯の根元の部分が残っていないと使えません。松嶋菜々子さん以外にも歯を矯正をしたり歯を削ったり入れ歯にしている人は芸能人は多く、ジェシカ・アルバさん、志保さん、チャラさん、ソン・ヘギョさん、安室奈美恵さんなどが挙げられます。井川遥、2024年現在47歳というモデルで、女優の井川遥さん、東横学園女子短期大学を卒業後OL として会社に勤務するも半年で退社、モデルを始められます。1999年東洋坊水着様キャンペーンガールで本格的にデビュー、癒し系アイドルとも言われていました。2002年映画「モッカ」の恋人で初主演を果たします。2006年14歳年上のファッションデザイナーでブランド
アトウのプロデューサーである松本アトウさんとご結婚されています。井川遥さんはデビュー当初から少しずつ歯に手を加えて、最終的に下の歯はかなり広範囲で入れ歯なのではないかと言われています。下の歯が上の歯よりも白すぎるということから入れ歯疑惑が疑われています。何かの事故で歯を失ってしまったのか、それとも歯周病で歯がなくなってしまったのかは分かりません。しかしインプラント治療や削る治療ができないほど歯がダメージを受ける何かがあったのでしょう。また現在は下の段の歯と上の段の歯の色が明らかに違うことから、セラミックか総入れ歯に変えてしまったのではないかと言われています。歯の治療もかなり時間がかかるものですから、多忙な井川遥さんだと治療をするというその時間がなかったのかもしれませんね。加山雄三、維新の実決の一人に数えられる岩倉朋美を高祖父に、俳優の上原健と女優の小桜陽子を両親に持ち、慶応高校を経て慶応義塾大学で学んだ加山雄三さん、大学卒業後に東宝に入社し一躍看板スターとなりました。歌手で俳優の加山雄三さんはとても歯並びが綺麗ですよね。また話すときに少し不自然な印象、ふがふがした感じを受けることがあるので、そういればの可能性はあります。ただ歯がかなり黄色いので、もしかしたら自分の歯のままなのかもしれませんけれど、現在80歳オーバー、今でもダンディーで素敵ですが、この年齢ですから入れ歯であってもおかしくないですよね。小柳ルミ子、70歳を超えても変わらず元気な姿を発信し続ける小柳さんは、2022年12月にオフィシャルブログでインプラント治療が完了したことを報告しています。治療後は歌う時や食事の時に違和感なく快適に過ごせているようです。歌手というお仕事柄、歯は仕事道具の一つとも言えますね。林葉直子、女流棋士林葉直子さん、14歳3ヶ月で女流王将タイトルを獲得し、その後10連覇した偉業を持つ人です。大人になったら美人と言われた林葉さんは、将棋界に颯爽と現れた天才少女でした。プロ棋士時代のギャラですが、男性棋士と違い保険は入れず、対局料は2万円、それが月に2回くらいしかなかったらしく、優勝賞金も30万円、男性だったら当時4000から5000万円だったとか。そんな林葉さんは一般人と将棋を指すイベントで1回5万円と対局以外で収入を、さらに CM 出演では出演料が1本500万円で、これがタイトル料ならよかったと。そしてあまりにも対局料が安いし、理事の先生に怒られたりして、ずっとこれを続けなきゃいけないのかと、1995年に27歳で棋士を引退。引退後から人生は急転。1998年、林葉さんが30歳の時に男性棋士との不倫が発覚し、連日ワイドショーで取り上げられます。さらにヘアヌード写真集を発売。将棋雑誌の記者だった知人から300万円ないと廃刊になると相談を受け、私が300万円を返してあげなきゃと思い、800万円の写真集のオファーを受け、300万円を無償で渡したそう。林葉直子さんは銀歯直1本、差し歯12本、27歳の時はレジン差し歯状前歯3本、銀歯上奥歯1本、43歳の時は銀歯下奥歯1本、レジン差し歯状奥歯1本、52歳の時はレジン差し歯銀歯奥歯銀歯奥歯抜歯状奥歯1本だそうです。いかがでしたか？最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。